はい、半幕の本家の半間陽先生です。ですね、今回ね、私の方の仕事でですね、男っていうものはこういう激しい仕事の縄張りっていうのが持っておりましてね。で、まだね、縄張りの戦いはしてないんですけれども、皆様方大人になるとね、仕事で縄張りっていうのが出るんですね。やっぱり生きるために必要なね、縄張り争いっていうのがあるんですね。正当な縄張り争いっていうのがあるんです。でね、大きい時は死人も出ますしね、正当な縄張り争いでもね、出てくるんですね。で、猛獣のライオンとかもありますでしょ。自分の縄張りというのがあって、その縄張りに入られると自分が餌を食べられなくなってしまうと、ね、で、命がけの縄張りだったり、大きいとね、ちっちゃな縄張りの問題とかあるんですけども、浜岩先生もね、そういうしょっちゅうそういう戦いがないと生きていきませんけどね。誰でもそうなんですね。男の仕事の正当な縄張りっていうのがあるんですね。で、まだ今回はね、縄張り争い、正当な縄張り争いですけども、やってないんですけれども、一つね、どんなことをでね、男の仕事っていうのをやんないといけないかということをご紹介いたします。で、実際のことですね。今ですね、私が政府に、の役所にね、駐車場を貸してるんです、ね、で、まあ、131坪で約20台ぐらい自動車が駐車できましてね、その、駐車料金を毎年1回もらってるんですけれども、これに対しての料金ですね、契約を、毎年毎年してたんですけども、まあ、今回10年ごとに契約を変えたんですけれども、そのね、料金の値上げをね、しないといけないということで、私の方がね、まあ、いろいろ管理とか、土地の価格が上がったということがありましてね。で、役所の方に、次の契約から、バツバツこうしないと契約はもうしませんよと、私の方で、申し出をいたしました。で、または、今年中にいくらいくらで買ってくれたら、ちょっとお金が私の方、今年はちょっときついんで、都合があるんで、ね、安くお売りできるということでね、買ってくれれば、いいですよというのを一つ入れてね、喧嘩をしないようにね、縄張り争いを役所としないように、人間同士の男の仕事の縄張り、ね、でね、申し出ております。で、まあ実質駐車場に、まあ、20台ぐらいでね、5,000円と1台で、5,000円だから、月で、ね、10万円ですかね、なんですけども、月10万円の家賃収入、家賃というか駐車場料金のね、支払いが普通であると言ってまして、私はね。で、場所も良くてね、で、役所としてはこの場所に私のところから借りなければ大変なね、ことになってしまうという、その縄張り持ってるんですよね。だから、例えば私がその駐車場でね、5万円1台取らなければ
貸さないよと言っても払わないと生きていけないわけですね、そこの場所ね。でそういう縄張りの力を持ってます、財産でね、自分の財産でね。でもしそんなことをめちゃめちゃ高いこと言ってもね、いいわけです、ね、あの個人の私の財産で。で、まあそんなことは言いませんけれども、まあ、1台5000円ね月、車のね、賃で、まあ喧嘩しないように、まあその5分の1、1000円でいいですよというふうには申請してるんですけどね、それでも値上げしたわけです、値上げを要求したわけですね、1000円でね、駐車場料金を1000円で、ね、非常に安いでしょ。で場所も良くて土地も非常に評価が上がってきたということでね。で、でね、縄張り争いをしないようにね、値上げをしたということで申請をしている。次の契約で8年後とか9年後なんですね、次はね、契約はね、その時にまでに、アップをしなければ契約をしませんというふうに、申し出しましたね、役所の、国家の役所に貸してる私のたちですね。でたまにね、役所は それは無理だとか嫌だとか言ってくるわけですね。その時はが縄張り争いに なっちゃう、スイッチが入っちゃうんですね。で次の契約、まあ駐車場1台についてたった1000円ですからね、5000円のところね、車で、それも場所がいいとこ、一等地ですね。ですからね、実情は役所はもう嫌だろうけども、あげるしかないわけですね。